端を折って折り目を入れて広げます。折り目に合わせてハサミで切り、長方形にします。長い方を縦にして長方形になるように縦に半分に折って折り目を入れて広げます。上の部分の左右の角を折り目に合わせるように三角に折ります。さらにもう一度折り目に合わせるように三角に折ります。ひっくり返して下の辺を巻くように3回折ります。上の角を少し折ります。巻くように折った左右の角を斜めに折ります。少し折った上の角を下の巻くように折った部分の隙間に折り込みます。